東西線は北海道札幌市西区の宮の沢駅から同市厚別区の新札幌駅までを結ぶ札幌市営地下鉄の路線。中央のレールをまたいでゴムタイヤで走行する案内機上式鉄道である。札幌市営地下鉄では駅数が最も多く路線距離も最長である。在籍車両数も当線用が最多である。車体及び 路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーはオレンジ。駅ナンバリングにおける路線記号は T。内容は2016年4月現在、札幌市厚別区に所在、ひばりが丘駅の南南西に位置し、本線からはかなり離れている。地上にあり、出入湖線は大きくカーブして2カ所で川を渡り、ひばりが丘駅の専用ホームを経て新札幌行き側で、 本線に合流する。過去には、西車両基地に在籍する、東方線車両すべての大規模な検査と、東西線車両全車の検査、留置を行っていたが、現在は、東西線全車の検査、止め置きのみとなった。ただし東方線の新車両搬入と、旧型車両廃車のための搬出が行われることはある。ひばり川海域東車両基地の約1 3トル間は、 ABC という自動回送システムを用い、車両回送運転業務を東車両基地内信号国所の管理により無人運転で行う。自動回送中、8000系車両の行き先表示 LED には自動回送と表示される。2008年9月に本線で自動運転が再開されるまでの間、自動運転はしばらくこの出入庫線のみで行われていた。 西車両基地札幌市西区に所在。西28丁目駅と24県駅の間に位置し、すべての施設が地下に置かれており、地上は駐車場と団地になっている。西28丁目駅から宮の沢駅方面に進むと、すぐに2本の出入湖線が分岐して、本線と平行、やがて西側に、施設の一部が見えてくる。車両搬入口や変電所等、 基地の一部は本線の下を潜った先にある24県駅構内に職員用の出入り口がある1976年の開業当初は東西線前車の検査、留置を行っていたが1982年に完成した東車両基地に機能を移転させた後東方線前車の検査、留置施設として転用された東西線は 西11丁目駅の大通駅側にある連絡線によって東方線札幌駅の大通駅側とつながっている。東方線の車両はこの連絡線を経由して基地まで改装される。東方線7000系、9000系車両は東西線内を走行できるが、パンタグラフ、天井機器の構造上、東西線6000系車両は東方線に進入することはできなかった。 現在運用されている東西線8000系車両は東方線も走行可能な構造になっているが東方線を走る認可を受けていないことや編成、ホーム構造の関係で現時点では不可能である。数値は一部を除いて2014年度札幌市交通局調べ、道路線の収支は以下の通り、収入には営業外収益、支出には人件費、経費、 原価消却費、営業外費用を含む、宮野沢駅行き始発が南号7丁目駅発のほかは、全列車が全線投資の運転である。日中は7から8分間隔、朝ラッシュ時は4から5分間隔、夕ラッシュ時は5から6分間隔で運転されている。女性と子供の安心車両2009年7月13日始発より、 導入開始。南北線同様に、女性専用車と呼ばず、女性と子供の安心車両という名称である。乗車できるのは、女性、小学校6年生以下の男児、新商社及び新商社の介護人となっているが、あくまでも任意であり、強制力はない。対象時間は、南北線同様、平日ダイヤの始発から9時までの全区間。該当する車両は、 宮の沢方面、新札幌方面ともに、編成の中央にあたる4号車である。全駅が北海道札幌市内に所在。全線地下。距離起点は琴谷駅にある。東西線、南郷7丁目駅に設置された、可動式ホーム作札幌市営地下鉄では、乗客の列車との接触、線路への転落を防ぐとともに、将来のワンマン運転に対応させるため、 東京、大阪、横浜、福岡などの地下鉄ですでに採用されているホームドアを各線に設置することを決定した。東西線では2008年2月に南郷7丁目駅の抽選で先行設置。機器のテストや訓練が行われ、同年5月31日より稼働開始。九月より新札幌駅側から順に各駅で本格的な設置工事が行われ、以後は 設置が完了した駅から順次稼働させていった。2009年3月3日の宮の沢駅をもって東西線全駅への設置が完了し、合わせて4月1日始発からワンマン運転が開始された。回避時はチャイムが、閉避時にはアラームが鳴る。また閉避中にセンサーが障害物を感知した際には警告ブザーが鳴るとともにランプが点滅する。 ホーム作は三菱電機製で、同社製エレベーターの、聞くバりアナウンス用チャイム、開閉放置アラーム、警告用ブザーを使用している。ありがとうございます。